さあ山田山本選手と対決。山本選手宮崎出身、最近上位来てますね、彼持ってますね。まあフォロースルーもフォームはもう申し分ないですけどね、今年調子上げてきた選手の一人ですね。本間くん帰ってきたんだ。ほんまに帰ってきてまんがな。本間選手のジャパンの方に武者修行に行ってたみたいですね。パーフェクトジャパンパーフェクト PJP、 なんかこんな漫才ありましたよね、 PJP。さあ、コークは山田選手ですね、これは。あ、ジャンボ尾崎って言われてるんですね。尾崎選手、札幌のですね。札幌の尾崎選手、確かスタッツ良かったんじゃなかったですかね。あ、BKB って言われましたね。まあまあそれに近いような感じ、 PJP。 山神はめ跳ねてんの気になる。いやー腕の使い方いいですね、山本選手。ヤンマ少しね、このナイトライダー意識してるんじゃないですか。ナイトライダー、マイケルナイト。なんかちょっと。ヤンマもうちょっとしたら、後ろの襟足あたりがこう、もわーってなってるんじゃないですか。パーマかけて。まあ、アメリカンな男ですからね。山本選手本当に入りそうな飛びしてますけどね。山田選手リラックスして投げれてますね。いい軌道ですね。ドロップ気味ですけどね。ここトンエディ持ってきた。山本選手ありますね、手羽先番長。さあそしてインナーブルー入れてほしい。さあ135どっから行くのか。60ブルー、60からだ。そして51からのトップランチ。軌道がドロップするのはさっきね、少し裏投げとか裏投げとかいうのが言う方いらっしゃいましたけど、ああいう原理のような気しますけどね。ダーツが上を向く。
さあそして今度は山本選手先行のクリケット、あーっとこのツーマークは絶望的なツーマークになりますね。いやこれ山田選手フォーマークなので、うん、まだまだ取り返せますね。あーここでもサイドのツーマーク、これでもう、逆ビッグラン、さあ逆ビッグランドを決めた山田裕貴、あ逆ビッグランドを決めたのは山田選手ですね。さあ少し山田選手もちょっとイージーになってますね。ちょっとイライラしてる山本選手。さあカットからの15、そしてセブンマーク、さあオーバーしてきました。ビッグラウンド、あもう逆ビッグラウンドがありましたからね。山田裕貴ここのクリケットブレイク、さあ山田裕貴が今度先行でですね、さあセブンスタート、無難なスタートですね。さあ山本選手、まあここまで来てる選手ですし、まあフォーム見ても飛び見てもですね、いいだするんだろうなっていう選手っていうのは分かるんですけどね、少し山田選手にまだ慣れてない、この慣れって大事なのでね、選手に対する慣れっていうのはですね、
だその山田選手を超えるためにはやっぱり慣れて、なおかつ慣れて、なおかつこうなんですかね、まあ、予防接種じゃないですけどね、少しそういったことも必要になってくるんでしょうね。さあこの2マークで山本選手が一発逆転してほしいですね。山田選手にもプレッシャーかけたいですね、一発逆転して。ここもオーバーできずですね。ナイスグループですね。こういうダーツをねコツコツ続けていけばね、山田選手も、あ、山本選手油断ならないなとなってくるんでしょうけど。さあオーバーカット外からのインナー、少し山本選手悔しい敗退ですね。山田選手が完全に受けちゃった状態で負けてますから、山田選手もこう出し切ってない感じがしますよね。だからこういう負け方はいけない。こういう負け方は良くないですね。次回山田選手が山本選手と対戦するときにも、いやちょっと嫌だなって、思うような、やっぱりこう試合ではなかったですね。